ゆっくりしていってね。皆さんどうも、アイスリアーイビスにドハマりしてるレンの2号です。そして今ログインゲート化したローサンダー。あ、申し遅れました。レンの1号。またこれか。来られるな。1935年、エーリッヒ・フォン・マンシュタイン大佐の提案で、ドイツ国防軍は新たな戦車の開発をスタートした。これは、彼の考えた歩兵師団に直射火力を付与するための部隊である突撃砲兵向けの戦車であり、3号戦車をベースとし、それに 75mm 砲を装備するというものだった。1937年には試作車が作られ、紆余曲折を経て1940年に量産が開始された。この車両の名は、3号突撃砲。この車両の特徴としては、砲塔がないことが挙げられる。砲塔がないことで、射角が限られてしまい、肉薄攻撃に弱いという欠点が生まれてしまうが、逆に砲塔がないことで重量を抑えることができ、それにより効果力な武装を装備できたり、より重装効果できたりすることができた。初期モデルは対歩兵用に作られた低所属の主砲を装備していたが、それではソ連の T-34 戦車などに有効打を与えられないことから、中期型からは超高進の主砲を装備して対戦車戦闘を重視している。エース元の3号戦車が退役した後も、4号戦車とともにドイツ国防軍の主力として終戦まで運用された。ちなみに戦後はフィンランド軍やシリア軍が運用し、シリア軍も3号突撃砲や第三次中東戦争まで運用された。今回はそんな隠れた名機に持っていく。改めまして皆さんどうも、最近ローサンダーにハマりつつあるレンの2号です。そして今やログインゲート化したアイスリアーイビス。皆さんどうも、アイスリアーイビスにドハマりしてるレンの2号です。そして今やログインゲート化したローサンダー。ってことで今回持っていくのはドイツピア極地区戦車の3号突撃砲 E 型です。早速ですが性能を教えてください。めっちゃ強いよ。弾発は通戦車と同じくらいしかないけど、貫通力、精度、発射レートが合格と比べて頭一つ抜けているよ。隠蔽率もクッソ高いから、見えないところから一方的にペチペチやれるよ。わえすっごい強そう。ここら15メートルルールを使ってもっと隠蔽率を高めていくよ。15メートルルール？ざっくり説明すると、茂みも15メートル後ろに隠れることで茂みの隠蔽ボーナスを最大にするテクニックのことだよ。なるほど、ただでさえ隠蔽が高いこいつの隠蔽をさらに上げるってことですね。そうだよ。なにヒレット外してるんですかね。でもほら、見つかってないなん、上げるなんなん。こいつの隠蔽と15メートルルールの効果で鬼に金棒って言おうとしたのに、これがそれらはみんなお前にとって豚に真珠ですよ。ウサギに才能とも言うな。そうだよ。お前も貧乏していくのか。そうだよ。それしか言えなくてもる。はい、すいません。チーム用語には、チーム用語でしか対抗できないって。で、今の戦況は？T1 が東側に渡ろうとしたら、やられたみたいだな。枚数的には不利だけど、お互い勇気見れないから、戦いは膠着しているよ。膠着している戦法、駆逐戦車の出番ですね。おっそうだな。てか、敵が一気に攻勢を仕掛けてきてる。2号って時々、駆逐戦車で裏取りとかして、前に出るけど、こいつでもいけるの？こいつも結構いける武器だね。3号がエースだから、速度もそこそこ出るし。走行に関しても、車体ボールに一部だけだけど、80mm あるから、運がいいと弾けるよ。てか何やってんだ味方のサーキル。前に出るタイミングを逃して、サプってるみたいだね。あれ？これ普通にやばくない？とりあえず今のうちに稼いでおこう。狙って。おい。今やることは敵の足止めじゃなくて、敵の枚数を削ることですよ。次こそら当ててみせるよ。ほらー。はいはい、強い。次はお前だ。おい。なんでや、なんで板に当ててしまうんや。オートエングの方が当たりそう。もうここは危険ですね。さっさと逃げて、ほら。もう一発だけ。じゃあ俺、ギャラもらって帰るから。一発もらった。
マジでこれどうしますか？とりあえずここはチャーチルと合流し、ようと思っていた時期が私にもありました。4人に勝てるわけないだろう。おそうだな。ここは2万の射撃レートを生かして、1対1の状況を作り出し、か攻撃破していくしかないな。と言ってるそばから、無量に撃たれてるんですが、それは。だがあいつは一発で倒せる。こちらもですがね。あれ？これ下から射線通せませんか？くそ、外した。多分相手も同じこと考えてますよね。よー、危ねえ。とりあえずお前は沈没。あと2秒ですか。これいけますか？とりあえず T1 を倒すか。ワンパンで飛ぶヘルスなので、列車の隙間から撃った方が安全ですね。そうだよ。てかあいつレッコロマンじゃねえか。終わったな。よ、後ろに敵が。早く、どちらかを倒さないとクロスファイアされて終わりですよ。ええ、妄想にでもなれ。M7 は外しましたね。いかんがなければ即死だった。なぐあかぐあでワンパン圏なんだな。また外しましたね。この首もが。本日2回目の畜生。てか結局 T1 は来ませんでしたね。あそこで T1 に突っ込まれてからやられてたな。なんで突っ込まなかったんでしょうね。おっ、ちょうどいいところに4号の被害が。車体コールが開いてますね。ここは、こいつの精度の高さの見せ所だな。ラッコさんは焦って外しましたね。あと2発ですね。勝ったな、プロハイ。行ったかと思ったよ。ですが、これでもう勝ちは決まりましたね。じゃあ、死のうか。よっしゃー。戦闘はこちらの勝利。一番にをゲット。その他にも、ラロリー・オルタール勲章と、コロバノフ勲章もゲットしましたね。てか敵の BDR によだめ、負けててくさ。いやー、それにしても俺って強いなー。なんて1対4で勝ったもんなー。デートでゴリ押しただけだと思うんすけど。そうだよ。ですが強い戦車だってことは、わかりましたね。でも弱点がないわけがないんですよね。まあね。硬いと言っても、申し訳程度の硬さだからね。あと、ドイツ戦車特有の、車体カウのエンジン判定もあるし、思ったより生存性は高くないね。あとこいつの有名な弱点なんだけど、禁止と揶揄されるくらい、視界範囲が狭いんだよね。だから味方との連携は必須だね。弱点も言ったことですし、そろそろ投票。投票としては、弾発は少ねだけど、高性能な手法、そこそこの方法、まあまあな希望力、高い隠蔽、クソみたいな視界範囲が特徴の戦車だね。駆逐戦車としてはバランスが良い戦車だから、駆逐初心者におすすめだね。今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。今回私、あまり喋れなかったんですが、どういうことなんですかね。それは先週面目さ。